入り鉄砲で女は、江戸時代における交通政策の一つ。入り鉄砲で女とは、江戸に持ち込まれる鉄砲と、江戸を出る女を取り締まった。入り鉄砲は、江戸の治安維持のためであり、で女は、江戸屋敷に人質として置かれた大名の妻女が、両国に脱出するのを防止するためであったという、石書の機能についての端的な表現として用いられた言葉である。 江戸と地方を結ぶ石書を通過する際には、入り鉄砲には、老中が発行する、鉄砲手形、で女には、留守居が発行する、女手形の形態が義務付けられていた。石書破りは重大な犯罪とされ、これを行おうとした者、あるいは、それを手引きした者は、貼り付けなどの厳罰が課された。最も、裏金や、 賄賂などで内々に石書を通過する者が後を絶えず、加えて、文級の改革の参勤交代緩和によって、石書での手続き自体が大幅に緩和されて、女手形も簡素化された。そして、慶応3年8月には、慶応の改革に伴って、手形がなくても石書の通行が許可されるようになり、事実上石書改めは廃止されることとなった。鉄砲を、 石書の内側に入れる際には、鉄砲手形を石書に提出させ、次に、石書に備え付けられた、反感にて、手形に記された老中の印鑑が申請であるかを確認し、さらに、鉄砲の所有者、長数、玉目、出発地と目的地が、手形の記載通りであるかを確かめた後に、初めて通過を許した。また、 鉄砲などを隠す空間を作りやすい長持ちの検査も厳重に行われた。江戸時代には東海道の新京関がその厳重な監視で知られていた。なお、意外にも江戸からの鉄砲の持ち出しについては簡単な検査の後に通過を許したとされている。栗橋関所における武器類の搬送は天保8年の文化3虎年市4年6月まで。 五石所御用書き抜きから、鉄砲館書き定の指示が残されている。某川旅中田石所での鉄砲搬送方法は、老中ライン消門、留守居集団上、勘定奉行消門、老中の宿継ぎ門、そして持ち主、家来消門による五つの方法があった。女性が、石所の外側に出る際には、女手形を提出させ、次に、石所に備え付けられた。 反感にて、手形に記された、幕府ルス巨の印鑑が神聖であるかを確認した。女手形は、別名、ゴルス巨正門ともいい、赤書を通るにあたって、旅の目的や行き先、通る女性の人相、蘇生なども書き記されていた。箱根関の場合は、特に厳しく、女の身体的特徴を専門に見分する瞳、女が常駐し、で女の監視を行っていた。 人見女の検査は厳重であり、髪の毛の有無や身体的特徴、ほくろや妊娠の有無などについてまで吟味されたという。さらに女による男装の疑いがあれば男に対しても同様の検査が行われたとされている。これは通行手形の発行手続きが男の方が容易であり、女が男のふりをして手形の発行を受ける可能性があったからである。 もっとも、江戸幕府は、伊勢神宮参拝者や、温泉当時などを行う者に対しては、書き換え手形と呼ばれる特別な手形を出す例があり、これを受けた者についてはあらかじめ幕府が身元を確認したものとみなして、より簡単な手続きで済まされる例もあった。ありがとうございます。